せーの、どうもミノカモンズヤミです。お姉さんです。はい、今日はですね、夏らしいロケに来ました。はい、愛知県の渥美半島でございます。田原市の海岸線です。イエーイ。岐阜県には海がないから、海ってだけで憧れる。連れてきてくれてありがとう。もうめっちゃ眠いっすね。もうめっちゃ眠いっすね。線頑張ったね。はい、ねえねえ、見て見てこれ。おそろですね。私これを機にミノカモンズに入りたいんだけど、ダメかな、ダメかな。いいんじゃない、別に。いいの。アミもダメとは言わないでしょ。意外とあっさり入れるんだね。じゃあ私ピンク担当。はい、あ、ただマヨネーさんじゃなくて名前を変えましょうか。名前、マヨネーさんは歴史探訪のコントみたいな位置づけで使いたいんで、マヨネーにしよう。マヨネー、マヨネー、私マヨネー、そうそうそう、ヤビー、ハンビー、マヨネーみたいな、それなんか言いやすいじゃん。はい、ということでマヨネーミノカモンズ正式加入決定。よろしくね。よろしく。はい、ということでね、渥美半島いろいろ巡ってみましょうか。はい、はい、メロン食べたい、海鮮食べたい。そう、メロンがね有名だよね。うん、海鮮もね美味しいのあったら食べたいね。食べたい。ゴーゴー。ね、アンビーはいいの。アンビーね、メロンも食べれんし、ほら海鮮もダメだから、まあ、いいんじゃないかな。いいか。ということで行きましょうか。はい、はい、取材開始。はい、まずは伊良湖神社来ました。はい、はい、ご祭神は竹畑辻姫の御事、はい、で旗織の神様です。おほほ、そうですね。じゃあお参りしていきましょう。はい、はい、めちゃめちゃ映えですね。ひまわり畑来ました。すごいね。本当にどん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 行こう。なんかこれ迷路みたいになってんのかな。迷路みたい。入っちゃう、入っちゃいましょうか。迷い込んじゃう。まあ、はい、マヨネーだけに。すごいね、これ映えるね、これね。かわいいね。はい、行き止まり。じゃあちょっと別なところから行こうか。うん。イエーイ。いいですね、映えますね。はい、伊良湖岬のひまわり畑。ひまわり畑すごくない、これ。すごい綺麗。映え映えですね、これ。ぜひ皆さんも伊良湖岬のここ来てください。来てください。南の方ですね。うん、はい、すぐそこが海なんですよ。ね、すごい綺麗。ひまわり畑で出てくるかな。出てくる出てくる。さっき調べたら出てきたよ。ヤビ、私を捕まえてみて。あれ、マヨネ、大丈夫？どこ行った？おーい。
い、こちらはついに来ました、小石ヶ浜です。はい、すごい、新鮮な貝が水槽に入ってます。大あさり来ましたね。定食、大あさりと、牡蠣ですね。ちょっとデザートにメロンもついてます。じゃあマヨネー食べてみる。あさり、どうでした、どうですか、感想は。いつも香り、うまい、食べてみます。はい、行きます。プリプリ、どうですか。なんかやっぱ香りすごいね、いいね、うん、願いの叶う鍵だって。おお、どれどれ、すごいすごい、これ、うん、南京錠がいっぱいついてる、両思いになりますようにとかね。ねえねえ、こっちで四つ葉のクローバー探そう。何あるかな。幸せの四つ葉のクローバーの発祥地だって。早っ、それ四つは本当に四つ葉、すごいね。あ、これも四つ、あ、これ五つ葉だ。五つ葉を見つけちゃった。五つ葉、他にもあるよ五つ葉。あなた幸せになれるよ確か五つ葉ってちょっと、あ、四つ葉だこれ、すごい。あ、じゃない、五つ葉だ。その五つ葉ばっかりなんだけど、ちょっと見て見て、あれが幸せの鐘、鳴らしに行こう。ほう、ヤビ、一緒に鳴らそう。あ、これが幸せの鐘。はい、すごいね。ね、一緒に鳴らそう。いや、いいわ、鳴らしといて。恋人同士で鳴らさなきゃ意味ないのに。ねえ、お願い、鳴らしといて。もうひどい、もう鳴らすまで帰らない、もう一緒に鳴らすまで帰らないもん。置いてくわ。海ですよ。激しい。気持ちいい。もう次でかいのが来るよ。ハート描かないの？はい、灯台着きました。着きました。琵琶湖岬の灯台です。マスクメロンの生ジュースが来ました。じゃあマヨネーちょっと実食してみましょうか。すごい、果肉がしっかり入ってるよ。あれ？甘い？甘い。とろける。とろける。いいね。うわあ、すごいね。これがマスクメロンのかき氷。
ね、全部イラコさんですよね。イラコミサキさん。2分の1メロン。ねえ。うまそう。はい。これね、1500円します。すごいかき氷。お、どうですか？うまそうだね。ひんやり。うまい。すごいね、ボリューミーだね、これね。果肉が甘くて、うん、でこの口当たりの優しいかき氷、よく合うの。練乳もかかってるんですかね。練乳もかかってる。わーおー、美味しそう。いただきます。うん、うまっ。なんかね、とろけるね、これね。とろける、本当に。とろける。とろけるかき氷。うん、まっ。甘いんだけど、その甘すぎずっていうか、うん、その、なんだろうね、甘たるいっていうのがないんですよ。うん、おいしい。めっちゃうまい。はい、メロンが出てきたよ。メロンが出てきた、大きなメロン。大きなメロン食べて。いただきます。どうですか？とろける。甘い。甘い、やっぱ甘いんだ。うん、しっかり甘いの。マスクメロン美味しいね。美味しい。マヨネ、どうでした、今回の旅は。もう最高に楽しかった。楽しかった。よかったですわ。もう久々に海見れたし、新鮮な海鮮も食べれたし、メロンも美味しいし、最高。お疲れ様でした。はい、だらしですね。もう堪能しました。楽しかったね。イラコ岬、堪能しました。楽しかった。はい。そしてちょっとね、来年に向けての仕込みもね、ちょっとやってきたんですけど、まだね、企業秘密って秘密なんですけどね。シークレットなんですけどね。それがうまくいくようにね、楽しくなるように、みんなが喜んでもらえるような。ちょっとことを考えておりますということでね。はい。はい。締めましょうか。そう、締めましょうか。はい。はい。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ギャビー。マヨネー。バイビー。